サウスダコタ州のバッドランズ国立公園。悪地、または悪地地形とは、結合度の低い体積症や粘土症などが、風雨により極度に侵食され、峡谷上の枯れ谷になった荒れ地のこと。組織地形の一種である。抗議には、地質、地形が悪く、農業や、宅地開発に適さない土地という意味もあるが、本校では、 競技の雨水により極度に侵食された地形について述べる。カタカナでそのままバッドランドとも呼ばれるバッドランズという定義は北米で一般に受け入れられており、元は米国のサウスダコタ州の現在ではバッドランズ国立公園となっている地域を先住民のラコタがマコシカと呼んでいたことから来ている。マコシカは悪い土地という意味で英語に訳され、 バットランドと呼ばれるようになった。なお、スペイン語でバットランドを意味する、マルパスも、米国などで、地名や、地形の名称になっている。マルパイスの節を参照。乾燥地帯で植生に、乏しく、時たまを訪れる豪雨により、強度が流出し、ガンなど、浸透能が低い土壌のため急激に侵食された荷が、形作られる。地表は無数の細かい雨列や、 大小の急峻な峡谷や土中に覆われており、平坦地はほとんどなく、急斜面が多いため、人間を含めた動物の居住、通行は極めて困難であり、植物もほとんど生えず、岩肌がむき出しとなっている。文字通りの不毛の地である。悪地の多いのはアメリカ・カナダである。悪地をそのまま地名とした、バッドランズ国立公園をはじめ、セオドア・ルーズベルト国立公園。 マコシカ州立公園、ミッドランド州立公園、ヘルズハーフエーカー、ビッグマディアクチなど、名高いマルチがその景観を競っている。戦方や土中など、独特の地形が特徴であり、ブライスキャニオン国立公園にある、トールハンマーの異名を取る、大土中群は見るものを驚かせる。アメリカのアクチは、不毛の地である一方で垂直に露出した岩肌は、化石の採集に最適であり、 多くの化石がアクチから出土している。州立恐竜公園やロイヤルティレル古生物学博物館はアクチに併設して設置された博物館である。ニュージーランドのプタンギルア戦法は山脈に形成された急峻アクチとして名高い。その香料をかつけわしい地形はファンタジー映画ロード・オブ・ザ・リングで暗黒のチモルドールの情景の撮影に使われた。台湾は 霊岩で形成された産地が多く、アクチにも恵まれている。特に多両区や避難郷にある、アクチは、草木一本生えていない荒涼たる景観から、ガツ世界と称えられ、観光客に人気を博している。日本は、侵食に強いヒナリーワの地盤が多いためアクチは、形成されにくいが、六甲山陸の蓬莱橋は破砕した断層に、雨水が侵入して侵食したことにより形成された。 珍しい悪地である。スペインのラスメドゥラスは、ローマ帝国による、ローマ水道の技術を用いた、水力採高による、数百年にわたる、大規模な砂金採集の結果、約2200ヘクタールの悪地が残された、いわば、人工悪地である。S. マルパスデギマール、カナリア諸島のテネリフェ島。一方で、バッドランド同様に不毛の地である火山岩や溶岩に、覆われた地帯は、 マルパイスと呼ばれている。マルパイスは、米国南西部に入植したスペイン人が火山岩や溶岩に覆われた地帯につけた名称で現在ではスペイン語のまま、米国で地名及び地形の名称になっている。これも英語に訳せばバッドランドであり、日本語に訳せば悪地である。マルパスもバッドランドも意味するところは、植生の育たない悪い土地であるが、マルパスは、 火山地形に由来するものとしてバッドランドとは区別されている。マルパイスでは、ニューメキシコ州の EN、エル・マルパス、ナショナルモニュメント、EN、ケリズウソ・マルパス、EN、ハーノダ・デル・ムベト・ボルケーノ、トゥラロサ・ボンチの EN、ハーノダ・デル・ムベトがある。またカナリー諸島にも EN、マルパス・デ・ギマールがある。ありがとうございます。